こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回はバージョン 19.1 アップデート情報ということで、パズドラのね、最新アップデートの情報が来たんで、見ていこうと思います。今回もね、内容少し詰まってますので、見ていこうと思います。行きましょう。まあ、アップデートってことはね、もう言わずもがな、メンテが来ます。こちら、メンテナンスの詳細ですね。え、めっちゃ長いやん。え ?3 月24日の、水曜日8時から20時までめちゃめちゃ長いですね。12時間アップデートですね。はい、この間バージョン 19.1 アップデートが来ますと、まあ多分なんだけど、こんだけ長いってことは6時とかに終わることが多いんですけど、まあ一応でもね、かなり長いですね。12時間メンテとなっています。あんまりパズドラってこんぐらい長いメンテあんま来ないんですけど、まあそれぐらいに内容がね濃いってことですね。12時間アップデートが来るという形になっています。そんな感じが作業内容、バージョン 19.1 アップデートのメンテナンスになっています。はい、一応ねこれ水曜日、もう昼間はね全くできなくなるんで注意してください。さあ、まあそんなこんなでね、こっからがバージョン 19.1 アップで見ていこうと思います。いきましょう。まずこちらね、サムネイルは多分タイトルにも書いてると思います。ダンジョンクリア後のクリア報酬画面からの遷移先がフロア一覧の画面になりますということですね。はい、これどういうことかと言いますと、今までってスペシャルダンジョンなどをクリアした際に、こう飛ぶ先ってフロア一覧だったんですよ。あのフロア一覧じゃなくてダンジョン一覧だったんですね。例えばわかりやすく言うと、今で言うとね、フェイトコラボ、フェイトラッシュ、その下にまあ絶メタみたいな感じでさ、こういっぱいダンジョン並ぶじゃん。でパズパス勢ならさ、その下にね、降臨種、超絶地獄級とか絶壊滅級とかいっぱいあると思うんですよ。その画面に飛んでたと思うんですね、今までは。ただそれが変わりまして、これからはその一個先の画面、例えばフェイトコラボを周回していれば、フェイトコラボクリアした後にダンジョン一覧じゃなくて、フェイトコラボの中から、ダンジョン選択が始まるって感じ。まあ、つまりワンタップの手間が省けるんですね。それに意味があるのかって思う人いると思うんですけど、あのマジで、上級とか周回したことある人いません？パズドラにおいて。例えば僕、あやかし使いとかだったら、僕上級をずっと回ってたんですけど、上級って結構下の方にあるの分かります？一番上じゃないんですよ。上って押しやすいんだけど、下って結構押しづらくて、だから俺わざわざこうあやかし使いを下ら辺に持ってきて、こう2回連打で押せるようにしてたんですね。これマジでもう多分世界一伝わりづらいと思うんだけど、多分1人ぐらいには伝わってると思うの、これ。そう、ダンジョンの位置とダンジョン難易度選択を合わせて2回タップしてると思うんだけど、それがですね、ダンジョンの中から始まるんで、まあ、例えば上級なら上級を押せばもうそこからすぐ始まるわけですよ。だから比較的ワンタップとはいえども手間が省けるので、まあ、これ地味に周回めっちゃしてる人からするとマジ地味に見えてめちゃめちゃありがたいんじゃないかなと思います。あの3時間ごとにゲリラ来るとダンジョン一覧が釣れるの僕めっちゃイラついてたんで、あれが消えるのもいいですね。っていう感じで、ま、ダンジョンクリア後のクリア報酬画面からの遷移先がフロア一覧の画面になるということですね。まあ、これに関しては、あれですね、別に、パズドラめちゃめちゃ周回しますとかって人以外はあんま関係ないですね。ウラシュラしかやれませんとかって人だったら全く関係ないし。協力プレイの人も全然変わりません。ただ、ソロで上級とか初級とか周回してる人、まあ、超上級とかもね、影響あるかな。そこら辺周回してる人はめちゃめちゃやりやすくなるんじゃないかなと思います。そんな感じです。さあ、ということで、まあ、ソロ連戦機能っぽいものが追加されつつ、こちらですね。でん、ゲリラダンジョンに新たなダンジョン、ノエルドラゴン大集合が追加されます。ついに来ましたよ、ノエル大集合。ヤマトプロデューサーランク戦記念においてね、ツイッター究極の2択アンケートでね、登場しましたよね。これ決定しましたよね。ノエルドラゴン大集合。こちら内容に関しては、今見てる感じだと、はい、こんな感じで、スパノエとノエル5体とプチノエル5体と何かしらのレアキャラ？これレアだっけ？このハテナって。これあれかな？普通にレアキャラっていうか多分火のノエルだよね、多分。レアじゃないよね。で、まあ何かしら多分火のエルだと思います。火のプチのエルが落ちるって感じですね。はい。っていう感じのダンジョンです。で、まあこれに関してなんだけど、まああれですね。スタミナ99の視点でちょっと怪しさはありますね。結構ポチポチで周回できるダンジョンを僕は想定してたんですけど、ちょっとこれもしかすると敵の HP が全部20億あるみたいな。とか、あとは敵が毎ターン100万先制ダメージ飛ばしてくる昔のね、火曜ダンジョンの地獄級みたいな感じのダンジョンかもしれないですね。もしかすると。まあ100万はないか。20万ぐらいなら全然ありそうだけど。はい、まあそんな感じで少し難易度が高いかもしれませんね、もしかすると。で、スタミナ99なんで、スタミナ効率が美味しいかどうか微妙ですが、時間効率はまあ、周回さえできれば方角で美味しいと思います。で、僕は今、ここだけの話、ノエルドラゴンを集めるために、一生パズドラレーダーで、スキャンを繰り返して、宝箱を引いて、3対2次、星8だっけを引くと、ノエルラッシュがもらえるんですね。僕、それでやってるんで、お金飛ぶし、時間効率もあるし、今、地獄みたいなことしてるんですよ。なんで、ノエルドラゴン大集合が来てくれるのはめっちゃ嬉しいかな、っていう感じになってます。はい、まあ、これは僕、個人的にはかなりやるの楽しみですね。そんな
感じのノエルドラゴン大集合も、実装されるという形になっています。ただゲリラダンジョンなんでね、あくまで、ずっと固定されてるわけではありません。1時間か3時間でやれるって感じになってます。そんな感じ。はい、まあメインはこの2つかな。ソロ連戦機能とノエルドラゴン大集合がメインかなと思います。続きましてこちら、動画視聴の読み込み待機時間を延長し、読み込みの通信を任意でキャンセルできるようになります。はい、これはよくわかんないです。僕あんまやらないんで。多分あれかな、あの動画を視聴し始める前に読み込む時間が短くて動画が途中で止まっちゃうみたいなことがあったのかな。だから1分待ってあげることによって、まあ動画をスムーズに見れるって感じかな多分。まあそうですね、毎日やってる人からするとめちゃめちゃでかいかもしれないですけど、改善いい人からするとあんま関係ないんじゃないかなとは思います。はい、続きましてこちら、動画視聴で報酬を得られるときにメニュー画面のショップに利用可能な数が表示されますと。今までこの機能がなかったんで、こうわざわざね4時と16時にこうねボックス拡張ができるようになりましたみたいなね、ツイートをするボットとかもいるんですよ今パズドラって。まあだからそれで気づきづらい人のためにここに表示することによって来てるよっていうのをねお知らせするってことですね。なんかこれ地味だけど通知ついてくれるとめっちゃわかりやすいからね、ちょっとでかいかもしれないですね。そんな感じ。はい、でしかもこちらですね、ショップ画面上で次の動画視聴状態までの時間を表示されますと。まあこれはいるのかわかんないけど、なんか地味でかいかな。そうですね、まあ、これ見た目重視って感じかな。そんな感じです。はい、で続きましてこちらですね、副属性のみのモンスターのダメージの表示位置と大きさを調整します。お、なるほど、副属性ねここだったじゃないですか。で結構見づらかったと思うんですけど、こんな感じでもう普通に表示されちゃいます。攻撃自体は副属性だから後から入るんだけど、表示だけは主属性と同じ感じになるって感じだね。まあ確かにこれ副属性にしておくことによって副属性キャラっていうのは分かりやすかったんだけど、ダメージ超見づらかったんだよね。だからまあ単純にそうですね、ちょっとした強化ですが、あ、ごめんなさい、強化じゃないです、すいません、変化ですね、変化ですが、まあ地面にちょっと見やすくなるって感じですね。はい、まあ、攻撃してる順番には当然変化はありません。攻撃してる順番は一切変わりません。失礼しました。はい、そんな感じで見た目だけが、完全に見た目だけが変わるって感じですね。はい、で続きましてこちら、同一モンスターのスタック可能な所持上限が各99999点になります。これ誰がさ、これ誰がいるんだ、これは誰がいるんだ、これ誰がいるの、これは、この機能は。いるんかな、パズドラで。カンストしてる人。で、カンストって何体なん？いや、待って、999999、もともと何？ 99999 だったの？わかんないけど。9999だったの？わかりません。ただ、1万とか超えてる人はいたから、多分99999だったのかな、もしかすれば。多分なんだけど、これ、待って、これ深読みしていい？これ、俺の深読みだから絶対参考にしないでほしいんだけど、多分パズドラ運営って、スタック数の最高数みたいなのがワンチャン見れて、今1位のやつが8万体ぐらい持ってて乾燥しそうだから、上げとくか、みたいな感じなのかもしれない。もしかすると、とんでもないパズドラの影響によってこれが増えるのかもしれませんね。もしかするとね。じゃ、ここに関しては全くわかりませんが、まあ一応ね、誰向けかわかりませんが、999999体になります。僕の最高キャラ、多分、30体ぐらいなんで、多分あんま関係ないですね、僕からすると。そんな感じです。はい、続きましてこちら、誰がいるんこれ。プラスポイントの所持上限が999999999になります。まあ確かにちょこちょこ999999言ってる人おるけど、プラスポイントそうですね、だからプラスのカウントが、まあ、1億、約1億になりますね。ちょ、ごめんなさい、これは僕的には誰が必要としてるのか分かりませんが、まあ確かに中にはプラス乾燥してる人もいるんで、まあ一応ね、1億までになるという感じになっております。はい、そうですね、なんかちょっといきなり最近あれですね、結構ライト層向けのアップデが多かったのに、今回だけめちゃめちゃガチ勢向けですね。プラス99万いってる人は多分5人ぐらいしかいませんから、とんでもなくガチ勢向けのコアのアップですね。そして最後、モンスター名検索で入力された文字が各画面ごとに記録されるようになります。あの、個人的に僕これ一番の圧倒的な神アップデなんで、これ本当はタイトルにもサムネにも書きたいんですけど、興味ある人絶対いないんで。でも一応これ説明するとマジで、あ、なんて言えばいいんだろう。モンスターボックスとか、チーム編成とかで、モンスター検索のバーが共通だったんですよ。だから、めちゃめちゃめんどくさくて、そう、いろいろめんどかったの。ただこれで、各画面ごとに記録されてくれるので、かなり使いやすくなるんじゃないかなと思います。トレードとかもかな、多分。トレードとかも確かさ、あれだったくない？キラーって入れると受け取り側と送る側でさ、一緒だったくない？例えば。そういうところが全て別々になるってことで、地味に使いやすくなるんじゃないかなと思います。はい。
はい、ここまでがバージョン 19.1 のアップデート情報となります。いかがでしょうか。結構今回はね、こうメインのバーンって感じのやつじゃなくて地道なやつとかが多いかなと思いますが、結構パズドラが使いづらいというかめんどくさいって思ってる場所をね、かなり省略してくれてゲームが遊びやすくなるんじゃないかなと思います。マジでこういう地味な積み重ねでね、どんどんゲームやりやすくなるんでめっちゃありがたいですね。個人的に今回のアップでは、前回のも面白かったんだけどね、診断の追加とかで、それに比べても劣らないぐらいに地味にめちゃめちゃ便利な機能が追加されてるとは思ってます。そんな感じがね、バージョン 19.1 アップデート情報でした。まあ、これからもね、パズドラの方やってる方はアップデート情報を追ってね、ぜひどんな風に変わっていくか僕のチャンネルで見ていってもらえればなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。